国鉄キハ80系機動車、リゾートライナーリゾートライナーリゾートライナーは、東海旅客鉄道が1988年から1995年まで、保有していた鉄道車両で、ジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。お座敷列車に編成及びユーロライナーに続く、JR 東海4本目のジョイフルトレインで、名古屋工場でキハ80系を改造して製作された。ユーロライナーや、 他社のオー車両に多いライトカジュアル的デザインではなく大人っぽさをキーワードとして本物思考を追求したデザインコンセプトで設計された。以下の3両編成で運行されていた。括弧内は旧車両番号。全車グリーン車扱いである。先頭車の車体の前くらい、側約半分は天窓をつけたハイデッカーとして、長望を抑くし、後くらい。 側約半分は従来の車体をベースにした構造である。車体前頭部は上側約半分の窓部分に48度の交代角をつけ、大枠直上で絞り込んだ絵画的な形状である。前面のガラスとスカートの間のくぼんだ部分に前、消灯、微灯を装備している。運転室は直後の客室より低い位置に配置しており、ハイデッカー部分の客室からの前面展望が、 可能な構造となっている。全面下部はスカートで覆われているが、後年多形式の車両と並結できるように切りかかれ、連結器などが露出するようになった。ハイデッカー部分の車体内部の客室床下,下にスキーロッカーを設置しており、車体側面の倉庫に設けられているドアを開閉して、スキーを出し入れすることができる。車体塗装はシンプルな中に遊び心を表現したデザインで、 スノーホワイト地に倉下にコーラルレッドエメラルドグリーン、琥珀色、灰色の帯を入れている。3両とも客室構成が異なっており、1号車と3号車では、車体の基本形状は同じであるが、側面の窓配置は異なっている。キロ82-801、編集1号車となる車両で、キハ82型を改造した先頭車である。 全半分のハイレッカー部分は定員外のラウンジとなっており、ラウンジ部分にはこの字型のソファーとテーブルを設置している。ラウンジ後部には冷蔵庫や電子レンジを備えたカウンターを設置している。あと半分には6人用の個室が4室設けられている。個室の座席は向かい合わせの固定式で座面が前に出て背もたれが傾くリクライニングシートである。 各部屋にモニタテレビを備え、各席に AV 装置を設置している。トイレ、洗面所は設けられていない。車体塗装は白地とし、倉庫にコーラルレッドと灰色の帯を入れている。台車、走行機器は変更されておらず、台車は DT31 バイト TR68A、エンジンは DMH17H エンジン1台のままである。冷房電源は、 DMA117G 発電用エンジン DM63 発電機のままであるが、屋根部をハイデッカー構造としたため冷房装置は従来のものを使わず、車体中央部に集中式の AU71D が新設されている。キロ8701編集2号車となる車両で、キロ80型を改造した中間車である。客室はオープン構造となっており、 中央にステージを置き、その前後に横4列のリクライニングシートを配置している。車体側面では、ステージ部分の窓が埋められているが、窓構造は基本的に主車のままであるが、天地寸法が拡大されており、座席間隔もタゲ車と同じ 1160mm である。座席の肘掛けには、大型テーブルを内蔵しているほか、中肘掛けにマルチチャンネルステレを設置している。 座席は窓側に向けて固定することが可能となっている。客室前後端にはビデオプロジェクターを備えている。トイレは従来通りの和式で、洗面所は便所と客室の間に移設された。便所、洗面所の向かい側には業務用室を設置している。ステージ部分にはカラオケ機器及び AV 機器の制御装置を設置している。ステージの映像を 各車両のモニターに向けて放送することが可能である。車体塗装は白地とし、倉庫の帯は1号車よりの車端部は1号車と同じくコーラルレッドと灰色、その他の部分がエメラルドグリーンと灰色である。台車、エンジンは種車のままの DT31 バイト、DMH17H2 機である。また当車両ではハイデッカー部分がないため冷房装置も 分散式の AU12 のままである。キロ80801、編集3号車となる車両で、キハ80型を改造した先頭車である。全半分のハイデッカー部分は座席となっている。座席は横4列のリクライニングシートを5列配置しており、前くらいから1.2列目、3.4列目、5列目を3段の階段状に配置している。 1>, 1列目と3列目のみ回転が可能で2.45列目は運転室側に向けて固定されており同じフロア上の座席同士のみ向かい合わせにすることができる座席の背面には世界初の4インチブラウン管式テレビを装備しているあと半分は4人用のセミコンパートメント室を6室配置している個室の座席は1号車と同様の向かい合わせの固定式 リクライニングシートで各部屋にモニタテレビを備え、各席に AV 装置を設置している。各部屋は仕切りを設けているが、ドアはなく完全には密閉されない。連結面寄りのデッキと客室の間に便所、洗面所を備えている。便所、洗面所の向かい側には荷物置き場を設けている。台車、エンジンは種車のままの DT31 バイト。 DMH17H2 機である。冷房装置については1号車と、同じく車体中央部に集中式の AU71D を新設している。1988年7月29日に落成し、一般公開を経て、同年8月16日から営業運転を開始した。一部の臨時列車ではキハ58系をはじめとするた、形式の一般軽機動車が普通車扱いで、 増結して運転される例が見られた。晩年にも走行用機関の不調から、同様に一般系機動車1から2両が、締め切り扱いで増結されて運用されることが多かった。1995年に廃車となっている。これにより、JR 東海から機動車のジョイフルトレインは消滅し、キロ82型は背景式、キロ80系の700番台と800番台は、 俳句文番台となった。ありがとうございます。